どうも、ルジクニでございます。前回、ダイダロス魔工房を探索していたところでございましたが、ここね、ここ今、鍵使って開けて、こっちってのが買ったって、ここに繋がるんかい。ここに繋がるんかい、それ。あなたは普通に生きてる人？そこにいるのは誰だ？冒険家か盗賊か、あるいは魔物か。私はもう目が見えん。欲しいものがあるなら勝手に持っていくかい。私は悪魔と取引すぎた。そして他のものはみんな去った。私はこのままここで眠るのだ。ダイダロス。好きなものを持っていくが良い言うてるが。ここは開かへんのか。特殊な鍵がかかっている。左下のあそこ行きたいな。どうやって行くんじゃろうか。右のあそこも行きたいとこだが。どっか隠しがあるか？ある。スカージの目玉。魔力の槍。これはファウナに良さそうだ。魔力の槍。もともとダーカスで？あ、すんごい強いな。すんごい強いな、それ。こりゃいいものを手に入れた。こりゃいいものを手に入れたぞで、この上は？ちょっと待って、右側の、あそこは入れない。上はどこに繋がってんだ、これ。お！悪魔のオーブ。はん。魔工房の悪魔章。消耗品2種、近畿取引に追加。あ、これであれか、悪魔取引がなんか良くなるのかな？ふーむ？一箇所行けてない場所があるが、ちょっと待って。あの宝どっから取んだ？あのた、あそこの階段ってどっから行くんだ、あれ。あれ？上のフロアに、あの位置に階段があるかっていう話なんだけど。右上だな、もうちょい。ないな？ここら辺だが。わからん。わからん。おっとー、来たー！器のハンマー。強いんか？スタン 2%。魔力を込めることができる。祭りにされるはずだったハンマーね。そんなに強くはないな。言うほど強くはないな。隠しっぽいのに。だばこれは、ここはこれで一通り探索できた感じか。あそこの右側取れてないんだよね。この下ね、これ。ここはどうやって行くんだろうな、あそこ。でもなんか右側から繋がる。あ、間違えた、間違えた、間違えた。右側からなんか繋がってそうな雰囲気を感じ取るが、下の地図を見るに。なんか右側から来れそうな感じあるな。ここら辺からどうやってはいけないかな。いけなさそうだな。通常攻撃ミスすんのやめてほしいとこであるが。リカバー2撃っとく。リカバーも連打するとすぐ MP が切れてまうな、しかし。どうやっていくんだろうな。もしくは、罠ダメージ軽減かな。罠ダメージ軽減とかでいける説あるかな。これどっかここら辺から。いける場所は実は、さらにこの右側に行けるとかないか？どっか行けそうだけどね。ちょっと探索するわ。いろいろ探索したけどわからんので。あ、これは？仲間の一部の記憶。カッコ1。あ、リーサの記憶か。なるほど。わからんので、風の帽子。先に進もうかなというところですが。敏捷性が上がるのか。通常攻撃時敏捷プラス30。通常攻撃時か。
技術も上がるし、攻撃力多少下がるけどつけといてみるか。これであれか、一通り北方面は探索できたっていう感じなのかな。ダイダロス、強力な魔法道具を作り上げるという男の工房跡がこの辺にあったというが行き止まりだ。工房を今探索してきました。探索してきましたが、これで一通りじゃこっちは探索できたっつうことは、か、はゴブリン方面に行くか、翔さんな、ゴブリン方面に行くか、もともと前回までやってた、あの、蝶の方面？蝶？蜂？下水道？新しい領域見つけてたと思うんで、ちょ、そっち行ってみるか。これこれ、下水道前、こっちだな。でちなみにこれ、さらに左には行ける？行けるね。おやー、やばそう。処刑人シュミット、4ターン目以降、定期的に次の攻撃を必ずクリティカルにする。スキルを使う。6ターン目以降、自らにドーミングを施し、3ターンの間連続攻撃を放つ。たまに即死攻撃を行う。やばそう。アルカム平原。あれは王国防衛協会の証、なんでこんなところに？見つかった、待ってくれ、俺は何もしてない、待ってくれ、やめろ。あなたは？体を両断されて死んでいる。処刑人にやられたってことか。やばそうだなぁ。やばそうだなぁ。とりあえずこの地下行ってみよっか。よくわからんが。ここの雑魚敵の強さ次第だよ。このネズミっぽい。貧欲ネズミ。こいつがどれぐらいやるのかっていう。それによってはこっちに行くべきかどうかが。あ、強くないな。こっち正解っぺーぞ。こっち正解ルートっぺー、雰囲気を感じ取った。影が変わっている。緑のネズミはどれぐらいやるのかだが。ゲスに鍵を落としてしまった。管理室のドアが開けられん。最近ゴミが多いから、下流の方で止まってると思いたいが。下流の方。ネズミ自体はそんなに強くないから、助かるところではあるが。ミスー。命中回避率が高いとかそういう感じかな。とりあえずこっちは？このネズミ、緑のネズミはどれぐらい？わーい、ネズミじゃね、ヘドロネズミ。ネズミって見た目じゃねえぞ、それ。あ、強い、普通に。これはやばいかも。イカバー2。しといて。間に合わんかったか。どこまで続くんだ？なんかある？お、ある。あるが？ちょ、待て待て、残留しねえわ。下水の流れが良くないな。前までこんなにゴミも溜まっていなかったはずだし。もしかしたらあの王国の大魔術師さんの家か？森の奥に隠れ家なんて作って妙な人だし、ありえない話じゃないな。あの家の下水の門を閉めておくか。レバーはどこだったか、鍵のかかった部屋だったか。あん。ソフトシールド。表面にスライムを使ってるみたいなこと書いてあった。装備できないんかい、アイーシャー。ソフトシールド。敏捷性が上がるのか。そんなに強くないな。非殴りに対して。耐性があるが。下手な防御力もあるよりも、やっぱり耐性上げてった方がいいのかな。そこら判断つかんとこであるが。耐性ゲーな気はしないでもない。こいつと戦ってられんな。雑魚ネズミはまあいい。まあいいが。ヒールが間に合わないんだよな。主人公の敏捷性もうちょい上げたいとこではあるが。こういうところにアイテムが溜まったりする？しないか。とりあえずこのまま下水をザブザブ進んでいってみようか。ザブザブ進んでいって赤いやつおる。うわー、なんか赤いの流れてるか、ここ。あそこに宝。
とりあえず登ってみようか。この赤いの気になるが、あの残留思念も気になるから、ちょっとあの残留思念確認しに行こうか。ヒールがもはや間に合わんやーって。ああそうだ、王国の連中が言うには合図があったら扉を閉めるだけでいいらしい。どうやら害虫駆除らしいが、そんなことのために国が動くってどんな害虫だろうな。そんな民家の害虫よりも下水道のネズミ駆除を先にやってほしいっつうの。ゴミだらけでネズミの数が半端じゃねえからな。ふーむ、とりあえずここのなんかやばそうな赤いのが流れてる上、ね、登ってみようか。王国の民家どこだここ。うわ、スケールシールド、ドラゴンの鱗を丸々使っている。スケールシールド、毒猛毒無効。へー、ルピが盗もうと狙っていたが失敗に終わった。毒猛毒無効いいなぁ。いい加減アイーシャちゃんが装備できる防具が欲しいとこではあるんだけど、毒無効は悪くないからつけとくか。仲間かこれ。お、これも仲間だ。あ、ルピの魂を解放しただって。あら、かわいい。あれ、私生きてんじゃん。てか、すごいち。よく無事だったな。あんたが助けてくれたの。ありがとう。恩人だね。あれ、かわいい子ちゃん来たな、これ。ルピの最後。かわいい子ちゃんが来たが、締め切られているようだ。あれか、メインキャラ。メインキャラ相当来たか、ついに。メインヒロイン来たか。来たかもしれんな。メインヒロイン来たかもしれんな、これ。カザフのおっさん、ついにリストラか。カザフのおっさんがついにリストラ扱いされる時が来るか。ちょっと待って、あの赤いやついんのやべえな。てか、ここ別マップ扱いなんかいって、今敵が増えたけど。とりあえず探索、ここの上だな。ここの上がおそらく、緑の、お？道を塞いでる。違う場所から来る感じか。何に当たった今。敵に当たった素振りはなかったが。下はなんかあるか？こことかなんかあるか？なんもないか。こっち宝あったよね、今。宝があったと思ったんだが、こっちじゃないかな。ぐるっと回って。ぐるっと回って、これ。回ってきたけど意味あったか？ここ、あー、これでショートカットか。OK？ で、上は？レバー。何かが起きた。何かが起きたであろう。とりあえずこの右側、右側登ってってみようか。それともあれかな、海賊、海賊、盗賊のあの子を仲間にしに行くかな。しに行ってもいいが、宝の回収をしたいところ。あの宝が回収したいんだよな。お、なんか落っこちてんな。なんか落っこちてるが、ちょ待って、ちょ待って。で、登ってみるけど。ここの真ん中は何があるんだろうか？ここはなんじゃい？あれ、ここ今来た？さっき来た場所か？さっき来た場所とは違うよね、ここね。宝がある。どっか、あそこに行くにはどうしたいの？あ、ここが開いたのか。なんか、魂、なんか、宝があったが。あそこが開いたけど？あ、ここも開いた。なんか、こう、ちょぼちょぼしてんの。ちょぼちょぼしとるが。あ、ちょっと待って、左のあのと、これは？あ、下水道の鍵、やった。やったぜー。お、隠し。お？お？洞窟掘って下水に忍び込むなんて俺たちも立派な大盗賊っすね、おかしら。さすが、おかしらの発想の大きさが違うっす。すいません、すいません、静かにしますからやめてくだ。あわわ、痺れて力が入らねえ。許してください、おかしら。おかしらにやられたんか。ちょ、待って、ここなんだ？なんだ、ここ。
豪華の魔法球。魔法球系結構役に立つからいいんだけど、ちょっと待って、まだあれ探索できてない場所いろいろあるの。この宝もそうだし。じゃあちょっと探索してくるよ。よーし、ここのレバーだ。これで多分最後が開いた感じなんじゃなかろうかと思うが。他にもまだあるかな。ここの残留思念もある。最近魚が取れないと漁師が嘆いていたが、この下水から流れるゴミが海を汚しているんじゃないかってイチャモンつけられてた。仕方ねえ。おい、もう閉めろ。この国が海に流れる前にここを掃除しちまおう。はあはあ、あの宝の回収だなぁと。お、ここの扉開いたー。ガシャコン。これでどこが動いたんだろうか。ギミックはいろいろあるが、よくわからん。あ、下にも行けるなぁ、これ。下は？おやー、精霊の泉？待て。待て。あと、行ってないのか、まだ、一箇所取れてない宝があるんで、そっちに行くんだけど、そっちの行き方はなんとかわかりましたが、ここの下にも階段があるんだよね。こっちはどこに繋がってんだ？お？精霊の泉。精霊の戸建て。お！ようやく装備できる。防御力下がる。まあ、でも、つけとくか。回避率上がるし。ここどこだ？あ、ここ、蜂のとこか。回復ポイントじゃん。ありがてえ。あー、ここをショートカットで繋がってたんか。なるほど。この階段は気づかんわな。で、上に行って。あそこよ。あの赤いやつと一回戦ってみるのもいいかもしれんが。で、ここの宝ゲッチュー。霊眼の岩石。ちょっと一回戦ってみる？この赤いやつと。どんなもんか。うわー！ 2000！ やばいかも。やばいかも。全体攻撃とかないんか？これ全体攻撃とかないんか？とりあえず、獣殺し？獣かこれ。獣ではない気がする。異種じゃないこいつ。異種殺し。効かない。思いのほか効かない。なぎはら、かい。ハッカー。炎は効きやすい。全然攻撃が当たらんよ、カザフさん。リカバーかけて、なぎはらいい。ハッカー。よーしよし、なんとかなった。ふう、レベルも上がるか。無理して戦うほどの感じでもないな。これ一通りあれだな、下水は探索できたから、一旦拠点戻って、あのなんだ、盗賊の子みたいなやつちょっと仲間に確認してこようかなと思いますよ。さーて帰ってきた。あ、ルビーの方が先なんだな。ここにもう一人いるな。誰か取り逃してるか。死んでるってのも気楽でいいもんだね。ご主人様がいるってのを除けばね。なんて。まあ、他にすることもないし、あんたについていくよ。この先どうなるのか見てみたいしね。かわいい子ちゃんやなーこれ。最後。そこそこ大きくなってきて、新入りが私に仕事の情報を持ち込んできた。あるカムの金持ちが家に留守にする日時だった。私は新入りに花を持たせてやりたくて仕事の情報を採用した。でも住宅街は難しい。私が直々に出向いて時間通り民家に忍び込んだ。今思えば変な情報だったんだよ。でも新入りがグルとは思いたくない。あいつも騙されただけだと今でも思っている。侵入した瞬間に頭がガーンって衝撃が来た。私は床に倒れ込んだ。かすかに視界に男が映った。前の盗賊団の仲間の一人だった。意識が暴走としている中、裏切り者って声が聞こえて、次の瞬間には首元にナイフが当てられてた。
あ、死ぬんだって思った。けど、これで本当に自由だって思った。まあ、死んだ後もあんたに語気使われてるんだけどね。はぁ。あと、リーサの情報もなんか手に入ったな。カッコ1。武器商人になる夢を諦められなくて、私は毎日、町の商人や職人のところに通い詰めて武器の扱い方や作るための技術を見て学んだ。ある日、商人が珍しい武器を見せてくれた。この世のものとは思えない怪しい、けれどあまりに美しい輝きを持つ剣だった。聞いてみれば、その剣はダイダロスという武器職人の作品で限られた王国騎士だけが手にできる最高級品だとか、私はときめいた。ダイダロスという職人のもとで働きたい。その思いが抑えきれず、私は商人に頼み込んで工房の場所を聞き、親に内緒で森の奥へ向かった。急な訪問と弟子入りの希望に驚かれたけど、私の熱意が伝わったようだった。雑用係かというらという条件で私は工房に入った。はーん。ダイダロスはまだ生きてんだよな、でもな。とりあえずスピリット召喚してみようか。盗賊団長。え、明治なの？探検使いかと思ったけど、まさかの明治？雷の単体魔法と SP サポート。電撃のサポート型明治。SP が上昇しやすい。高ダメージを与えることができないって書いてあるな。あー、醤油系か。魔法使い系ってなってくると、これアイーシャとのトレードオフ。アイーシャの見た目もいいんだよな。このちょっとそばかさ入ってる感じ。可愛いよな。雷攻撃。2回。魔力とSPに依存した2回ダメージ。ランダムの敵に4回。魔法防御力が低い敵に有効でSP回収率が高い。ローディングパワー。味方単体の力を引き出すことで攻撃力と魔力を上昇させ、さらにマナを操縦する。装填ね。MP50 が回復される。MP50 回復すんのこれ。ちょっとよくわからんが。攻撃魔力が2ターンね。パッシブ。ナチュラルハイ。生まれ持った性格により魂が起こりやすい。常に精神が高まっており、睡眠魔法にかかりにくい。SP、再生率 3% か。アイシャのパッシブは即死無効。MP 再生率とか持ってんだよな。いや、アイシャのが強くね。純粋にアイシャの方が強くね。疑惑すごい。レベル上げたら花開く可能性あるかな。あー、うわー。うわー。魔法キャラそんなに何人もいてもしょうがないからな。レベル8って、いかんせん低くね、ルピちゃん。そこんとこどうなんよ。というところで、今回はこの辺にしておきましょうか。やっぱりあれだな。どっかでがっつり。ちょっととりあえず次のパートまで取って、レベル上げかな。ということで、とりあえず今回はこの辺にしておきましょうか。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。